愛媛県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は3。1986年5月、選挙区の一部が、愛媛県第1区より変更された。現在は、愛媛2区の一部と愛媛4区に分かれている。 1986年、公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数337,562人、投票率。 77.34%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数33万7588人投票率81.84%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数33万8708人 投票率 73.、73.81%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、27万4618人。投票率 77.、77.12%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、27万4209人。 投票率 83.、83.50%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、27万4200人、投票率 84.、84.88%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、27万2347人、投票率、 88.25%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、27万827人。投票率 85.、85.11%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、27万4879人。投票率。 75.83%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数27、271。185人投票率、84.08%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、278,828人、投票率。 83.01%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。29万2063人。投票率 80.。80.48%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。29万3185人。投票率。 86.46%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、28万9497人、投票率、78.95%。第十六回衆議院議員総選挙四月十九日執行、当日有権者数、十八万百九十九人。 投票率 79.、79.36%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、29万3186人。投票率 77.、77.98%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、27万7720人。投票率、 75.86%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数274,955人、投票率68.55%。ありがとうございます。